物語の時代は江戸です。ワラムどうした。うわ、これは一人の手じゃねえですね。滅多打ちでのあの殺しを異様だぜ。私を探っておいでで。あんな男には抱え合いたくないんだよ。加賀の金箔屋で5年奉公していたとある。金箔屋、一体誰が何のために。小地、おめえよ、とんでもねえもの引き当てたな。おい、ぜひご期待ください。